今週もくのじゅんチャンネルの時間がやってまいりました。はい。張り切っていきましょう。はい。えー、っと、早速告知でございますけれども、この告知は初めてですかね。はい。8月15日に、えー、っとですね、この会見対ご見ということで、憲法両論そこまで聞いていいんかいで、なんかどっかで聞いたようなテレビ番組の名前っぽいですけれども、あの、この行事で、はい、お話しさせていただきます。パネリストとして登壇するんでございますけれども、はい。え見、ー、派の弁護士の方と、えー、まあ、私が会見、 とということで、えー、登壇させていただきますで、えー、これが8月15日の16時からイーグレ姫路というところであの行いますので、えー、よろしければぜひお越しください主催は姫路商工会議所の青年部ということであの青年会議所とはまた別なんですけれどもね商工会議所の青年部こういうのが各地にあるんですねでこういうあの企画をしてくださるのは本当にありがたいことですあの。 まあ、憲法論議もそうですけれどもですね歴史認識問題とか憲法問題とかこれはねねもうううあのなんて言うんでしょう、ね、まあ、憲法を守りましょうとかあるいは日本は悪い国だったっていう側の方々というのはねこっちが説得してもまあ、特にもう学者とか知識人の方々はこっちが説得しても別にそれ容易に変えませんよね、あの考えをだからそうじゃなくて一般の方々がこうお互い議論をた,た 買い合わせたときにあの我々のを聞いてくれててどっちの方に部があるかどっちに説得力があるかとそういうことで、えー、判断してもらうこれが大変重要なわけでございます当然こちら側に説得力がなければなんか憲法を守らなきゃいけないあるいは日本が悪い国だったということになっちゃうでしょうから、まあ、責任重大なわけですけれどもでそういうところでこそ、まああのーねえー、本領発揮といいますか腕前の見せかどころといいますか。あのー 発信することで、えー、効果が得られるわけでございます。はい。えー、で、えー、それとあとは各地の歴面はこのようになっております。大阪7月22日、名古屋8月21日、えー、長岡9月12日ということでよろしくお願いします。えー、それと、えー、歴史軍曹、えー、これはあの今月初めに発売された号でございますけれども関俊塩さんという、えー、B29 と B24 をそれぞれ短期撃墜短期激突いてねあの皆さんご存知の通り B29 って本当にちょっとやそっと打ち込む でも全然びくともしないようなあの重装甲の、えー、戦略爆撃だったわけでございますけれども、これをあのわずか1機で撃ち落としたという、ね、あの離れ技をやってのけたパイロット、まだご存命なんですね、えー、そういう方のお話をのあの、証言を載せていますから、ぜひぜひ、えー、お近くの書店でお手に取っていただければと思います。はいえー、さて、早速、えー、ニュースといいますか、これ、論説なんですけどね、最近こんな話があるんですよ。はい、どういういいい話かととますと あれ「文春オンライン」。 えの記事。まあ、あの、いわゆる文春法の文春、週刊文春の、あの、インターネット記事なんですが、えー、これ、生男者というところが、あの、書いてるということで、誰が書いてるかはちょっとわからないんですが、はい、タイトル。えー、頑張ってるね。ジムに行くたびにおじさんに声をかけられ、えー、教えま被害。なぜ女性がターゲットにされるのか。はい。えー、これだけだとちょっと何言ってるかわかんないんですが、ちょっと、あの、最初の方だけ読みますとですね、こういうこと書いてあります。あるボーリング場が、 こっちの方ですね。はい。こ,こ,こっちの方じゃね。ボーリング場が、えー、ストップ押え間という張り紙をしたことで、押え間っていう言葉があるんですねあの。通り間とかのぞき間じゃね、押え間はい。ストップ押え間という張り紙をしたことで、にわかに話題となった押え間という存在。常連客が勝手にコーチングをすることで、初心者は困惑し、やがてボーリング場に来ること自体を避けてしまうという事態がある。えー、お客様同士のコーチはぜひご遠慮くださいと注意を呼びかけている。ほとんどの人 はああそういう迷惑のおじさんよくいるよねー」で流してしまうところだが調べてみると教えエマはボーリング場だけでなくゴルフ練習場やテニスサークルなどさまざまな場所に出没しておりかなり根深い問題となっているようだということなんですけれどもこの記事ではですね、えー、どういう、えー、おじさんが書いてあるかというと、えー、例えばこのボーリング場だとですね、えー、なんかこう、えー、いきなりこうあのまあ 初心者が、あの、プレイしに来た時に、ちょっと、まあ、アドバイスをするような感じで、教えてあげようか、みたいな、えー、ことを言ってくると。で、えー、その時にですね、なんか、あの、ま <laughs> あ、この、この記事によるとですよ、えー、この記事によると、なんか、高知料を取って、なんかやってたって、まあ、それだってね、なんか、あの、まあ、本人同士のやりとりだから、もう勝手にしてくれと思うんですけど、まあ、まあ、確かにね、ボーリング場を利用して、金儲けしてたらダメなんですけれども、まあ、そ、それって別に、教え、教えたい、 お教えたいという欲求を持ったおじさんの問題じゃなくて単なるその金銭的にせこいおじさんの問題でなんか全然違う話じゃないのかなと思ったりするんですけれどもあ、ジムですねはいあのスポーツジムえー、スポーツジムがダイエット目的でやってきた女性に対してウェ,ウェイトリフティングじゃないわえっ、ー、とあチンニングっていうんですか懸垂ですねはいえー、けを、えー、無理やりさせてなんかもうヘトヘトになっちゃったとかですねまああるいはあのー バーベルスクワットしてると、なんかこう、正しいフォームを教えてるぞとか言ってきた迷惑のおじさんとか、まあそういうことで、なんか教えまとかいうことで、あの、なんかまあ今、被害が拡大してるというか、こういう言葉がそもそもあるらしいです。で、これびっくりしたのはね、はい、なんかこう、スポーツ、スポーツで、肉体的スポーツだけじゃないっていうんですよ。はい。えこういうこと書いてあります。はい。体育、体育会だけじゃないということで、はい。やんわりと、とえーこ、これ、こういうこと書いてあるんですね。会 系だけじゃない将棋道場にも出没する教え、はいえー、やんわり断っても無視初心者でもグイグイ来る教えンへの対処は難しいこうしたコーチしてあげるという風潮はスポーツなどの体育会系ならではのものかと思ったが実際には文化系の,せあの世界にも出没する初心者特に女性が道場に来なくなってしまうので教えンは本当に迷惑ですと語るのは将棋関係者の中野海さんかっこ仮名だ。 このカッコカメってそもそもなんで使ってるのかよくわかりませんよね。昔なんか武田さんカッコカメっていうのがあって武田恒ね先生がなんか怒ってらっしゃったことがありましたけども。<laughs> はい。まあそれいいんですが、えー、将棋道場やアマ大会など、えー、不特定多数の人が集まって一斉に対局するような場所に教え間が出没するんです。えー、将棋間はと、将棋はと、将棋まで、将棋は投了した後にその対局を振り返る感想戦をする習慣があります。ここに見ていた水知らずの人があの手が良くなかったね、などと口を挟んでくるんです。えー、基本的に感想戦は 対局者同士で行うものそこに割り込んでくるだけでもマナー違反ですがさらにあんな手を指すようじゃ分かってないなどとダメ出しをするのは最悪です、えー、将棋道場で教えマのターゲットにされるのは圧倒的に女性だというただでさえ女性が少ない世界ですがそこに教えマが集中する女性の側からしてみたら次から次へ知らない男性特に年配者が口を挟んでくるという状況でこれならスマホのアプリで指していた方がよっぽどいいと思って道場に来なくなってしまうんです教えマの方が年上のため年上の言うことは聞くものと考える 人もいるのが厄介だ、えー、頼んでもいない人にわ分からないことを教えられて迷惑だったと言っても親切で教えているんだからと迷惑がある方が悪いようなことを言われてしまうこともあり根が深いです若者が最も嫌う話題は年配者の自慢話は過去の武勇伝だという教え間がしていることはこれに近いさすがにこうした一方的な会話は職場や家庭ではハラスメントになるという意識は見栄えてきているようだが趣味の世界ならいいだろうと思わず知識をひかれかしてしまうのがまさに間が差す瞬間なのだというふうに 書いてあるんですけれどもね。なんか、うーん、うーんっていう感じですよ私もこの記事を引用してちょっと。 えー、ツイートを <coughs>、ツイートをしたんですけれどもですね。まあ、あの、いや、わ、わ、私がどういうツイートをしたかというとですね。ね、こんなものをわざわざ社会問題扱いするべきなのかと。ね、男の私でも、例えば専門家として講演した際に、えー、失礼ながらその資料を一つ読んだことのなそうなおっちゃんが若造だと見くびって逆レクチャーしてくることがしょっちゅうですが、こういうのは身の、身の処し方の範疇ではないでしょうかと書いたら、まあ、おおむね賛同を得られたんですが、中にはなんか妙な反論してくるおっさんがいて、まあ、もちろん放置ですけどね。えー、なんか どんな反応してきたかというと実際に困っている人は多くいます、これは施設側のルール作りも必要ですが受け手側に問題があるで済ませてしまってはいじめられる側にも問題があると言っているのと本質は変わらないとかいや受け手側に問題があるなんて一言も言ってませんよ、まあ、こういうねあのなんか読解力のない人がいるのがまあツイッターの世界、まあ、これ、仕方ないツイッターというか世の中全体なのかもしれませんがその理解力がないままになんか匿名であること、いいことに意味不明な。あの <laughs> ね、えーな、なんていうか、絡み方をしてくるのがツイッターの世界なんですけれども、いや、別に、あの、受け手側の問題に問題があるとか言ってるわけじゃなくて、いや、これはもう絡む、絡む側に問題があるんでしょうけれども、ただね、絡む側に問題があるからと言って、じゃあ絡め、絡む側を排除しろって、それは違うでしょうとね、そういうのも含めて人間社会じゃないですか。だから、絡んだり、いや、もちろん、ヤクザみたいな絡み方すぎては問題ですけど、いや、そうじゃなくて、ちょっとまあ、知識を引き出したかったりとか、マウンティングしたりとか、 あるいは相手が可愛い女の子だからいい格好を見せたい、まあ、そ,うそういう男性いくらいでも言いますよ年長者だけじゃないですよ、うん、で,でそういうのだってねあのあのかっこよくて若くてイケメンのお兄さんだったら女性の方悪い気しないかもしれませんがなんか鬱陶しそうであの年寄りのおっさんだったらあの嫌だっていうのはこれだってそういい見方によれば差別になっちゃいますかねででもそんなんな差別 っていう気ももちろん,なんかこう人権派団体だってそんなこと言わないでしょうからいやだったら、えー、そういうのをじゃあどういうふうにお応対するかこれはもう世の中で常にある、まあ、まあ身の処し方といいますかね、えー、世の中自分が嬉しいこと楽しいことだけじゃなくて嫌なことだってありますよで嫌なことだって自分が悪くないのに降りかかっていくる嫌なこといくらでもありますねそういう時にどう対処するかっていうこれ社会勉強の一つぐらいな話じゃないですかと私はそう言ってるんですけれどもね。 はい、いやだから、乗、うん、っか,かってこられた側の問題とか言ってるわけじゃなくて、そ,それをじゃあどう対処するかっていうのも、えーまあ、あの人間社会でかんあの常に対面してあの直面してることですよと言ってるわけです。 でさっき言った通り、あのこれ別にだから女性ばっかり被害に遭ってるとか言ってますけど、これもね、あのなんかこうライ,ライターの方の偏見な気がして、男性でもいくらでもあのやられます。だから私がそうなんで私がそうなんです。その別に代表格で代表格になるつもりはないんですけども、私が <laughs> まああの講演しますよね、講演をします歴史に関してで歴史に関して講演をしたときに、えー、こうあの。 質問と称しですね。あの、私はこれはこう、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 思うんだけれども、え、いかがですかとか、よくわかんない、まあ、質問ともつかないような、なんかこう、自分のなんかこう、議論をダーって、こう、質疑応答の時間に言ってくるおじさんいますけど、それを、うわ、ハラスメントだ、ちょっと、主催者何とかしてください、とか言ったら、逆に引くでしょ、みんな。 ねえー、だからそういうときは、じゃあどう対いや、別に私は悪くないと思うんですけど、しかし、そういうときは、なんかそういう鬱陶しいおじさん、まあ、おばさんの場合もあったんですけども、も、えー、そういうのに対して、どう対処するかっていうのは、これ,これは私がの身の処し方が問われるわけですから、そこでねあの大人、大人としてどう対応するかとかね、そういう問題だと思うんですよと、そういう話ですよね、だから女性だけが被害に遭ってるなんて言い方するのは、まあ、ちょっと歪んだフェミニズムもどきみたいな、あの決体の話でしょう。 逆にそ,のそれをなんかじゃあ対処しろなんて言い出すともうこれちょっとした人間関係のまあちょっと,圧力とかあるいは好まざることに全部、よそが介入することになっちゃいますからそれは違うんじゃないかっていうふうに思った次第でありますでもまあ確かにこういうことを考えると文春さんもちょっと、ね、いや文春は立派な記事もおお終わりなんですけれども、まあ、ちょっとなんかネタに困っていることもあるのかなと,ちょっと思ってしまうところであります。さで なんですが、で、あの、なんか、 よく分かんない人のレクチャーは迷惑だということで、でその迷惑なレクチャーが、例えばね、あの専門家に対して向けられることもあると、まあ私もだからね、一応の,の専門家ですよ、歴史に関しては、近代史に関してはで、専門家に対して、じゃあ専門家を上回る知見でもって、なんかこう、反論したり、意見をしているかなんだけど、そうじゃなくて、なんか自分が読んだよその本、しかもあんまり信仰せないような本を元に、この本にはこう書いてあったとか、なんとかさんはこう言ってたとか、よく分かんない根拠で言ってこられると困りますね、ということ。 やっぱり専門家というのはそれなりに大事にしなきゃいけないんですね。えー、あの専門家というのはだから歴史とかそういう学問的なことに関してはやっぱり専門家を大事にしましょう。これは別に専門家が言ってることが何でも正しいっていうんじゃなくて専門家が一応ね情報収集してきた資料収集してきたそういうのを踏まえて喋ってるじゃあその踏まえて喋ってるのを踏まえてちょっと考えてみてはどうかってそういう話ですよ。でここまで言っといてまたそれをひっくり返すようで申し訳ないんですが専門家を大事にしなきゃいけないのは確かなんですがしかしこの歴史学 という分野では専門家がしばしばちょっとあれっていうことを発信するのがある業界なんです。それをちょっとね、今回後半でこういう話をしてみましょう。はい。